こんばんは、MNK サウンドのモンキーと副代表シェリーです。はい、突然ですがモンキーさん、うん、我々温めていた企画がございますね。うん、ダチョウの卵で何か作る練習してないあと作らないそうだね、作ってはいないね。はい、実は我々ですね、年末あの年の瀬も迫る頃ですよ、うん、とある企画をやろうと思っていろいろ裏で根回しをしておりましたなんか嫌だなそんな悪いことではないんですよ。年末というと風物詩である年末ジャンボ宝くじが販売されるじゃないですか。されましたね。ということで普通に年末ジャンボを買っても面白くないので、うん、何かしらこう当たりやすくする方法があるのではないかと思ったわけです、はい、であの我々茨城県に住んでいるんですが、うん、その茨城県に有名なパワースポットがあるんですね、はい、ありますあります。月町の滝という、うん、日本でも珍しく滝の裏側に入ることができる滝があるんですけど、そこに開運の水っていうのが出てるんですよ、湧いてるんですよ、うん、なので今回その開運の水を汲んだ状態で年末ジャンボ宝くじを買ったら当たるのかどうかというのを年またぎで検証しようと思って今回温めてまいりましたね。前回ね、はい、スクラッチで当たった経験があるので、はい、ちょっと今回もちょっと何かしらちょっと欲を出しましたね。でかいのとは言わない、300円以外で当たってくれればなとちょっとあの思ってるところなんですけど、で実際その水を汲みに行った時の映像がこちらです。まあもみじ狩りというにはもうちょっと葉っぱが落ちちゃったんですけど、滝の方をちょっと見に行きたいなと思いまして、突然の滝突然のですね、滝行するわけじゃないんですけど滝がメインではないんですけどね、滝がメインではないんですよちょっとそっち方面に行ってみようかなということで、今日は外出しております、はい、のでこれからちょっとそっちの方に行きたいと思います。はい、こういうところに行きたいですね。完全に散ってますね今日のね紅葉シーズンに来るとここ一面真っ赤になってすごい綺麗なんですよね。はい、上、緑すげー緑、車通りも少ないからね、歩いててもそんなに危なくない、まあ、そうねはい、ということで月町の滝というところに来ました。はい、ということで月町の滝やってきました。周りが竹林で滝の音がすごいね。はい、ここがね滝の裏側です。声聞こえてたらいいですね恨みの滝っていうそうですよ。ということで今日はここに観光に来ただけなわけではございません、はい、今日はですねこちら開運の水はすごいこちらです。今日はちょろちょろ出てないんだね。うん、止めてんのかな多分。ということでこのお水を今日は汲んでいきます。はい、で容器用意しようと思って忘れてたんでクラフトボスねこれに入れていただいて帰ろうと思いますひどいでしょ洗ったよじゃあ入れていきましょうかね。はい、実際はこういう入れ物があるんですけど今日はちょっとお店が閉まってるので、はい、飲めるって書いてあるんですけどいつもだったらちょっとちょろちょろ水が出てるんですよ。今日は溜まってるのでちょっと今日汲むだけにします。はい、普段は飲めるそうなのでとりあえずそれ一杯入れていきますか。はい、よし、オッケー。というわけでクラフトボスに開運の水が入りました。はい、汲みましたはい、これはね、持って帰ろうと思います。じゃあ、戻りましょう。はい、というわけでね急にはいって言われた顔そのままになっちゃったの、うん、本来はあのちゃんと入れる入れ物があったんですけどその時あのボトルがなかったので そのままのボトルの状態であるんですけどはい、で組んできて年末ジャンボもあの近場によく当たるっていう売り場があったので、はい、そこで買ってまいりました。どっかのジャンボ宝くじでなんか10億とか当たってたんじゃない。そうそうそう、うん、そ
の月町の滝のご主人も何年か前のオータムジャンボで結構な額を当選してるっていうので、そうそうそう、これは来るのでは、期待できるのではと。なんか浅草寺のあのこういうのと一緒で煙煙悪いところにということで、買ってきた年末ジャンボを、はい、こちらですね。夢が叶いますように。宝くじもこういう袋に入れてくれるんですね年末ジャンボ宝くじで、今回30枚買ってます、はい、で、たださんに30枚買っても面白くないので、今回は縦腹という方法で30枚買いました。はい、知ってますか縦腹。縦にバラバラな、違うあの粉砕されて、あの細かい説明は調べてほしいんですけど知ってね、この野郎ざっくり言っちゃうと、バラで買った場合と連番で買った場合のいいとこ取りができる買い方が縦腹なんですよ。私も初めて買いました縦腹を。確認してください。あれだね、若干緊張するねじゃあまずマット王である7等ですね、はい、下1桁が7番です。じゃあ次6等ですね、はいはい、下2桁が11です。ナイスナイスね。では続いて5等下3桁が、214か728。ナイスね、ナイスね。では4と、下4桁が5223。ナイスね。これ3等がすごい多いんですけど3等が組下1桁が、6組だったら180568、9組なら191832、6組なら173801、0組だと151057、4組だと158441ですね。じゃあ組の下1桁合ってるやつを出していきましょう。6904、ナイスね。はい、では続いて2等ですね。127組か112組か11組ですね。ナイス。はい、では1等が39組の153893。39組はまずねえな。ないねで、1等前後賞が1等の前後の番号ってことは組も合ってなきゃいけないんだよね。うん、1等組違い賞、1等の組違いで同じ番号だと153893。うん、ナイスね。で、これにプラス年末ラッキー賞があります。うん、下4桁が1960。うん、ないね。ナイスね、ナイスね。はい、ということで900円でした。900円ですね。で、より正確さを貸すためにですね、はい、今回は宝くじチェッカーというですね、うん、サイトを使いまして、もう一度調べてみようと思います。初めてこれ使います。これすごい便利なんですよ。全国自治と何回のどの、あのくじかっていうのを入れた後に組と番号を入れると勝手に当たりか外れかを判定してくれるので、すごい簡単にチェックできます。下の方に照合するっていうところがあるので、そこをポチッとするとすぐに出してくれます。結果すごいね、正確だね600円だった、600円だったちゃんとあの当選金額は600円ですって出ましたねで、照合する、はい、ポチッ、300円でしたね何桁だっけ、下7番、7番ですね。はい、というわけで照合終わりまして、はい、結果は変わらず900円でした。そんなもんだね。ほら、どうせジャンボは当たらないからって言うんで、今宝くじって収益下がってるらしいんですよ。うん、ただ買わなきゃ当たらないじゃないですか。だからやっぱりね、買ってってこうドキドキしながら開けるのがなんか年の初めにはうってつけなのかなと思うからね。ね、うん、今回の範囲はあれかな、海運の水湧き出てるやつじゃなくて、たまってるやつを組んだのがいけなかったのかな。滝、今営業してる時に行ったんですけど、滝の近くにお蕎麦屋さんがあるんですね。でそこが営業してる時だと海運の水もちゃんとこう流れ出してるんですよ、湧き水みたいに。そう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 、今回営業してない時に行っちゃったので、ため池みたいなやつため池から水を汲んじゃったんです。そうそうそう、滝は見たけど、そうそうそう、だからただただ癒されて帰ってきただけだった。いや、欲張っちゃダメだってことですね
でもなんかちょっと続けてみたいね。あの銭洗いにもお礼参りしなきゃいけないし、ね、そう、銭洗い弁天のあれが実績があるんで、あれはびっくりしたね。びっくりしたね。あなた一番の高額当選ですよね、今までの。スクラッチは1200円しか買ったことありません。2000円になったからね。わーということでね、この企画はまあ季節ごとにやっていきたいなと思いますので、もしかして本気で何億とか当選したらお蔵入りに、そう、お蔵入りするかもしれない。だってあれ当たるとさ、いきなりこう親戚ですっていう人が増えるんでしょ。そう、あと寄付してくださいとか、寄付してくださいとか、遺書書いてくださいとかさ。そう言われた時には、僕が苦しかった時はあなた何も助けてくれなかったよねって言えば引き下がると思います。確かに。そう、そうだよね。だから僕にはあなたには必要がある。助けてくれた人だったらいいですよ。助けてくれた人だったら素直に助けてあげましょう。そうじゃないやつはそれ。それで今回はまあ900円ということで、900円でもね、うん、当たりゃね、おやつ買おう、あいつ買おう、自分の家でも買ってくりゃね。概要欄の方には今回やった宝くじチェッカーのあれでも貼っときますかね。あとはまあ滝の情報でも、滝の情報とかね、ここにありますよ的な情報を。今回さ、普段信じない風水もちょっと取り入れてやったんよ。うん、風水なんてもう信じない。違う、全部を信じなくなったらもうおしまいよ。もう今回のチェッカーと MLK サウンドの SNS 周りも載っておりますので、ぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。あとエンディングの方ではロゴマークの方からチャンネル登録できたりとか、あと最新動画、あと再生リストのリンクも貼ってありますので、そちらの方から動画の方にジャンプしていただければ他の動画も見れますので、ぜひよろしくお願いいたします。まあ、というわけで今回はここまでとさせていただきます。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。300円か。900円だよ。最初分けた段階でもう勝敗は決まった。600円です。